はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、9連勝中の初段の方と対戦していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ格闘譜ですね。いやー、これはもう行くしかない。これね、基本的に向こう損しかないと思うんだけど、損しかないよなこれ。まあでも、まあこっからですね、こっからが本当に怖いんで、いやー非常に気をつけていかないと危ないですね。やっていこうかな。相掛かり調の作戦になると思うんですが、どうしようかな。この飛車先交換を逆用するような指し方をしてくると思います。角成り同銀大丈夫ですね。8五歩、8五歩、そうですね。まあ取るか。まあ、これで8八銀と上がって7七銀まで行けば、こっちだけ飛車先交換してる形になるんで、作戦勝ちが、あ、いましたね。同歩同飛車に7五角打つとどうするんだろう。7六飛車に7七歩取って、取って取って角打つのか。いやでもこれどうなんだろうな、角打ってないかな、わかんない。なんか嫌な予感がすごくするんだけど。いやー、7七銀の方がいいですかね。欲張ってみよう。これしかし7五飛車ではないだろうな。3三桂とか、そうですね。そうか、そうなんだ。いやー、これはもう怖いわ。4四角打たれちゃうわ。あ、そっちからか。いやー、いやー、これはちょっとまずいな。失敗したな本当に。8八歩打つしかないか。ちょっとね、こっちがガラケなんですよ。2七飛車とか打たれたときに。ああ。危ねえ。危ねえ危ねえ。2八歩は2六飛車あったんで、ここに打つしかないかなと思ったんですけど。まあ。ちょっとね、6六角とどっちがいいんだろう。6六角一発で潰されそうで怖かったんですよね。3七桂から4五桂で、玉頭直撃みたいな。おお、そうか、取ると3八歩で潰れるのか。やってみろや。しかし4四歩があるか。しくじったな。1 2 3 4 5 6 7 8 9。いやー、3六歩なら3四飛車と打って金取りと4四飛車同歩5三桂成を見せますが、1 2 3 4 5、これはどうなんだ。あー、しかし4、あー、そっか、4二金で決まんないのかこれ。2 3 4 5 6、おー、話違うじゃんそれ。叩きの歩、話違うよ。でもこれ、3三銀で大したことないか。どうなんだろう。3三銀で大したことない。あ、取る位置。青の取る位置か。どうなのこれ。
1、2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっとね、5、3系なりいけないかなと思ったんだけど。ああ、取るんだ。2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。見えないわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。7近くだったか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。5、1、竜もあるけど。5、6、7、8、9。あー、わかんない。ノータイム。1、2、3、4、5、6、7、8、9。負けか。負けだな、これ。2、3、4、5、6、7、8、9。2級飛車が痛いですね。ただ3級歩で先手取ってどうですか。5、6、7、8、9。桂打ち詰めろですか。3、6桂詰めろか。あー、そっちね。2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。5、7、桂成で詰めろで負けか。いや、さすがに強えな、ほんとに。1、2、3、4、5、6、7、8、9。もう強いわ。何者なんだろう、本当に。7、8、9。成桂から4級流で自然な寄せが。あ、そっち取るんだ。これは詰みを読み切ってるのか。7七玉は5級角から詰み。そうですね。パッと見積んでますね。6、8銀で、8、6玉に、なんか、9五金とか、やって、綺麗に積んでるっぽいけど。ああ。2、3、4、5。同玉の一手ですね。いや、美しいな、本当に。見事ですね、これ。7四玉に8四金打ちまで。片木の詰まし方じゃねえな、これな。いや、すごい。めちゃくちゃ強い、これ。8四金、うわ、すごい。これはすごいな。ありがとうございました。強っ。はい、それでは感想戦やっていきたいと思います。いやー、強かったですね。本当に強かった。ちょっとね、初手8六歩で舐めてんのかって思ったんですけど。お前にはこのぐらいのハンデちょうどいいだろうと言ってるわけですね。で、まぁ、ちょっと一応、まあ、こちらだけ飛車先交換する形に持ち込みたかったんで、
一手損角換わりで、3三銀と早めに作っていこうと思ったんですが、まあ、2四歩と突かれて決戦になりました。3五角打てるんでいいかなと思ったんですけど、8六歩とね、交換した歩を打たれまして、ちょっと嫌な状況になったなと思いました。まあ、3四銀とか取ると8五歩で8筋がガラ空きなんで、しかも3四の銀も浮いちゃってるんで、8四飛車とか狙われて非常に嫌な格好になってしまいます。まあ、ということで、飛車かわすしかないんですけど、まあ角打たれて嫌ですね。まあ飛車なるしかないんですが、取って、取って、取って、まあ2二歩でここから打つしかないかなと思いました。3四歩もありそうなんですけど、まあ、3三歩もね、ありそうなんですけど、こっちの方が硬いかなというところですね。で、王様上がって、金寄り。金寄りは仮に金、こっち上がっちゃうと、8四飛車で、3四銀と8一の飛車取りになるんで、7一金と、まあ、寄っていきました。これでひとまず、まあ、いろいろありましたが、局面落ち着いて、さあ、これからと思っていたんですが、7四歩があんま良くなかったですね。すかさず7五歩と突っかけられまして、これが鋭い手でした。まあ、仮に同歩だと、7二歩と打つのが、決め手級の一撃になってしまいます。で、取れば7四飛車だし、6一金や8二金は8四飛車があります。これで3四の銀取りと、まあ、8一の桂取り、8二金と逃げていた場合は、金銀両取りになっているのでダメということですね。まあ、ということで、まあ、7二歩と打たれると色々あるんですが決まってしまうので、取れないと。で、実戦は桂跳ねたんですけど、まあ、6六角の先受けがいい手でしたね。これやられちゃうとちょっと、まあ、桂跳ねるしかないんですけど、取られて。で、飛車打てるかなと思ったんですけどね。ちょっと、金寄りが、攻守で痺れました。そうですね。まあ、歩には、まあ、5二玉とかで待機するしか、4二玉とか、なかったですかね。いや、しかし、この飛車手応えあったんだけど、まさかこれが、ダメだとは思えなかったですね。飛車なりで、一瞬大成功に見えるんですけど、まあ、すかさずノータイムで銀引かれて、あ、全部読み筋だったんだなと。俺ははめられたんだなってことに気づきました。で、仮に、まあ、8八歩もありましたね。桂跳ねに取って取って、9九竜で、本譜と違って6五桂が跳ねられませんので、まあ、この方が良かったかなという気はします。ちょっと、5四香とか6五桂とか見せていけますね。実戦はちょっと7七歩が、あまり良くない手で、ちょっとこれで、6五桂が非常にいい味になっちゃって、ああ、しまったなと思いました。まあ、ここではまだ7二歩で辛抱すべきでしたかね。これで4八玉に、まあ、6四香車とか打って催促して。ただこれも5六角が本当にぴったりすぎて、ちょっと銀を守る手段が難しいんですね。例えば3三金なら3一飛車打たれちゃいますし、まあ、かといって銀を助ける手段が本当に難しいと。まあ、2三銀とか引くのも、まあ、3五桂とか追撃されていかにもダメそうですし、ちょっとこの辺はやる手がなかったですね。なので、まあ、5四香車にかけたんですけど、まあ、冷静に5五歩がいい手ですね。例えば、5六歩なら、4五銀使って圧力加えていこうかなと思っていたんですけど、まあ、そこから打たれちゃうと、先手取られてるんで、ちょっとダメですね。で、角打って、形を攻めて作っていこうと思ったんですけど、強く歩成りで攻め込まれまして、まあ、完璧にこの辺はもう読み切りの感じがしました。8一飛車で、7一歩の底歩が効くんで頑張れるかなと思ったんですけど、まあ、仮に同飛成りなら、6一金打ちと弾く予定だったんですが、まあ、8四角が冷静な一着で、ちょっとやっぱりきついですね。まあ、例えば、4五銀なら、まあ、7一飛車なり、4二玉なら、5一角という要領で攻め込まれて、これはまあ、ダメですね。ということで、まあ、しかし、角より、そうですね、角でかわして、角成りで、合駒なら、取って取って5一馬で詰みですね。まあ、なので、まあ、銀とか打つんですけど、角成り4二玉に、やっぱり、まあ、1五角か2四角あたりから詰んじゃってますね。
詰まさなくても別に先手玉詰めるにはまだなってないんですけど、まあ、詰ました方がちょっとかっこいいということで見ていきます。3三桂なら、4一金と打ちまして同玉に6一竜ですね。で、3三金で3二玉作るんですけど、まあ、5三馬と引いて、3二玉にべったり4二金から、3三角成とすれば同桂に、3二銀1四玉2六桂馬と平凡によってやっぱり積んじゃってますね。王様をかわして、まあ、3五馬1五玉1六金とかで積んでます、まあ、ということで、ちょっとやっぱり、実戦も5三桂成となり込まれまして、もう崩壊ですね。金寄って粘ったんですが、角成りで同金に7一飛車成りで、6一銀に仮に6二成桂なら4一玉6一竜に3二玉とかわして、8三角の王手飛車取りを王手飛車取りと、あと6八の金取り、そして3六竜という王手を含みにもう一頑張りというつもりだったんですが、まあ、これももちろん3一金から追われて正確には負けだと思うんですけど、まあ、ちょっとね、10秒将棋的には若干なんか怪しくなる要素もあるかなとか一瞬思ってたんですけど、4二成桂がしっかり素晴らしい手でしたね。まあ、ただの金に目もくれずに、ちょっとこうなんか一見損してそうな方に追っていくっていうのが、まあ、10秒将棋らしからぬ素晴らしい一着で、まあ、3二玉に4一角が華麗な決め手でした。取れば4二金ですね。なので、王様、まあ、3三玉とかわすんですが、4二銀、2四玉、そして2五香がすごい手でしたね。まあ、同銀なら3五金で、積んでんのかな。で、1五玉に1六歩同銀、同香と取りまして、同玉に1七金から積んでますね。なので、まあ、同玉で取ったんですが、1六金、3六玉に2六金打ちで、まあ、王様と王様が1軒しか、こう1軒で向かい合う形で積んでしまいました。4五玉なら同玉ですね。まあ、ちょっと本当に入玉寸前ギリギリのところまで行ったような、終了図になったんですが、もちろん相手の方は全て見切って指してますね。本当に強かったです。まあ、ちなみに、そうですね。ほとんどもう相手の方、握手疑問手がゼロだったと、検討したら、そういう結論が出ました。本当に相手の方にとっては、もう会心中の会心の将棋という感じじゃないでしょうか。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。